今はトマトが美味しいはずね。トマトが気力が割り強いけどよ、要は中身やかいね。うん、絶対美味しい、絶対美味しい。まずはこの小座園です。小座園には3つのこだわりがある、あるんですよね。3つのこだわりがある。1つは小座園の商品は地どれの細田さんの商品、農林水産物とか加工品しか扱いません。で、2つ目に当然新鮮で安全安心な農林水産物や加工品であること。そして3つが正直な直売所であること。もう食べてるものをこう出荷をしていただくというのがもう基本やってな。だから農家が食べてるものをここに出す、地産地消がここでは完結できるという具合に思ってます。そしてこういったなんか弁当もみんなね、細田の人たちが出してくれて、小座園には約150人ぐらいの組合員がいます。会員だけ登録されている方が5、60名いらっしゃいます。だから総勢200名ぐらいでここは運営をしているという状況です。ですからその横のつながり、特に横のつながりを大事にしながら、やっぱりここは運営していかないといかんなというぐらいに思っているところです。一番こう嬉しいなと思ったのは、じいちゃんばあちゃんがこれは孫元気やというな、もう病院に行く間もないとか、それとか孫によって小遣いをくれないかんがねえって、じゃあ看護師で出荷すっとよって、まあ、こんなことを言ってくれるとな、言っていただくと、これはもう非常に嬉しいね。そういった組合員のつながりをやっぱり大事にしていきたいというぐらいに思ってます。持続ウインナーとかよ、牛丼がすごいというまた牛丼煮込めば煮込むほどよ味が出る。地産地消をもっと進めたいね。でそのためにはやっぱり組合員が元気でここに出荷するようなことでないとダメなんですね。でそれを支えていただくうちがやっぱお客さんあっての小座園だと思うんですよ。小座園の品物はいいねって、安全だねって、新鮮だねって言っていただけるような、そんな小座園にしていきたいなという具合に思ってます。ほら野菜も相当で、スイカもあるし、一生懸命頑張って作ってもらってます。佐久本慎吾君って言って下塚で頑張ってくれています。米ですね、米を作ったりとか、この頃はもち麦まで作ってる。あ、最高の笑顔ね。はい、言われると難しい難しいね。